こんにちは、ホタルミキツです。今回はこちらの組み合わせで簡単に編めるエコバッグを編んでみようと思います。5号のかぎ針を使って編んでいきます。まずはソロヘムを使って持ち手の下になる部分、ベルト部分を編んでいきます。で、今回は2色を使いたかったので途中で糸替えをするんですが、同じ色だったら一筆編みできる編み方になってます。まずは作り目です。かぎ針に糸を巻きつけて、キュッと引き締めて結び目です。鎖編みで作り目していきます。作り目は持ち手の下の部分の長さになってくるんですが、お好きな目数で調整できます。今回私は15センチくらいになるように編んでいこうと思います。鎖を30目編んできました。長さは約12センチになっています。お好きな目数で調整できます。編みたい長さで調整してみてください。まずは細編み段で編んでいきます。鎖1で立ち上がって、立ち上がり目の隣の目、ここの裏山をすくって細編みしていきます。ポコッと後ろに出ている目があるので、ここに針を入れて細編みしていきます。最初の目にはパカをつけておきます。一目に一つずつ端まで編んでいきます。細編みで1段編んできました。これを往復編みで4段編んでいこうと思います。鎖1で立ち上がって編み地を返します。ここが根元の目になります。前段で編んだ細編みの頭、ここに針を入れて糸を引き出して細編みしていきます。マーカーをつけておきます。糸端を編みくるんで細編みしていってもいいんですが、往復編みで編んでいってどっちが表か分かるようにこの糸端を今回は残しておこうと思います。前段の細編みの頭、ここをすくって一目に一つずつ細編みで4段編んでいきます。細編みで4段編んできました。だいたい2センチ弱の幅になってるんですが、ここもお好きな幅で調整してみてください。偶数段で編むといいかなと思います。4段編み終えたらそのまま糸を少し長めに引き出してカットします。次はニルヒムを使って編んでいきます。編み地を返して編み終わりの目に針を入れます。ニルヒムを引き出して鎖1で立ち上がります。根元に針を入れて2本の糸端をかぎ針の上に乗せて糸を引き出して細編みします。細編みの頭にマーカーをつけておきます。ここからネット編みを編んでいきます。鎖を5目編んでいきます。鎖を5目編んで隣の目、頭をすくってここも糸端をかぎ針の上に乗せて細編みします。繰り返して編んでいきます。鎖を5目編んで隣の目に細編みです。一目ずつ細編みが入っています。細編みと細編みの間は鎖が5目ずつ入っていきます。これを繰り返して端まで編んでいきます。
鎖を5個編んで隣の目に細編みです。端まで編んできました。最後は細編みで編み終わっています。作り目を30目で編んできました。この鎖編みで編んだネット編み、このひらひらが全部で29個入っています。作り目より1個少ない数で入っています。次の段も同じように編んでいきます。鎖を 1,2,3,4 5個編んで編み地を返します。前段で編んできた最後のネット編みの部分です。ここの穴の中に針を入れて細編みします。この穴の中にマーカーをつけておきます。 1,2,3,4,5 鎖を5目編んだら隣のネット編みの中、ここに針を入れて細編みをします。前段のネット編みとネット編みの間に鎖5目が入っている感じです。繰り返して編んでいきます。鎖を5目編んで隣の穴の中に細編み、繰り返して端まで編んでいきます。この段も端まで編んできました。前段と同じようにこの穴が全部で29個入っています。ネット編み段の編み終わりは前段のネットとネットの間に鎖5目と細編みが入っている感じです。次の段も編んでいきます。 1,2,3,4,5 鎖を5目編んで編み地を返します。ここも先ほどの段と同じように前段で編んだ最後のネット編みの穴の中に細編みです。段の始めは横にネットが出ている感じです。ここもマーカーをつけておきます。同じように鎖を5目編んで隣の穴の中に細編み、繰り返して編んでいきます。鎖5個と隣の穴に細編みです。ネット編み3段目の最後の部分です。鎖を 1,2,3,4,5 5目編んで前段でマーカーをつけておいたネット編み段の最初の目です。横にポヨンと出ている穴の中です。ここに細編みをして編み終わります。こんな感じで繰り返して編んでいきます。 1,2,3,4,5 鎖を5目編んだら編み地を返します。前段で編んだ最後のネット編みの中に細編みです。段の最初の目には段の最初のネット編み部分、ここにマーカーをつけておくと最後の目が分かりやすいです。1,2,3,4,5 鎖5目と隣の穴の中に細編み、これを繰り返して編み続けていくだけです。段の最初にマーカーがついているのでここが最後の目になってきます。毎段作り目より1つ少ない29個のネット編みが入っていきます。では続けて編んでいきます。ネット編みの途中で糸がなくなってきたので次の糸を編み足していきます。鎖を5つ編んで細編みを編むときに糸を編み足していきます。細編みの未完成の状態で次の糸に持ち替えて、この糸で引き抜いて細編みを完成させます。2本の糸端を巻き込んで編んでいきます。かぎ針の上に糸端を乗せて糸を引き出して鎖を1つ、
次はこの糸端を持ったままかぎ針の上には乗せず鎖を一つ、次の目でかぎ針の上に糸端を乗せて鎖を一つ、こんな感じで交互に糸を動かして巻き込んでいきます。鎖を5目編んだら次の細編みの時にここも巻き込むようにして細編みしていきます。鎖5目分と細編みで巻き込んでいるので次の目からは普通に巻き込まずにネット編みしていきます。この糸端は最後に糸始末していきます。こんな感じで好きな長さになるまでネット編みしていきます。ミルフィムを3玉使って69段編んできました。編み終わりは偶数段でも奇数段でも大丈夫です。長さはネット編みなので多少変わってくるとは思うんですが、フラットに測ってネット編み部分だけで49センチぐらいになってます。次は最初に使ってきたソロヘム、こちらを使って持ち手の下のベルト部分、これを反対側で編んでいきます。最初の段を糸端が右上にある状態で1段目2段目3段目4段目と編んでます。表裏表裏で最後裏で編み終わっているのが今手前に見えている感じです。このバッグを半分に折ってこのサイドの部分をクシュクシュっとしながら持ち手にしていくんですけど、このベルトの裏表の編み目を反対側でも揃えていきたいと思います。今回私は奇数段で編み終わっているのでこの編み終わりの部分から編み始めていきます。編み始めの糸端が右下に来るように編み地を置いて右上から編み始めていくとこのベルトの部分の表裏が合ってくるんじゃないかなと思います。ネット編みの最後細編みを編んだら鎖を一つ編んでキュッと糸を引き締めて少し糸を残した状態でカットしておきます。編み終わりが右上に来ている状態で編み終わりの細編みの頭を作って針を入れます。糸を引き出して鎖1で立ち上がります。根元に針を入れます。同じ目に針を入れて2本の糸端をかぎ針の上に乗せた状態で細編みします。最初の目にはマーカーをつけておきます。ここから前段で編んできたこのネットの穴の中に細編みを1目ずつ編んでいきます。根元の穴の中に針を入れて細編みを1つ、次の隣の穴の中に針を入れてここも糸端を巻き込んでいくんですがこんな感じで細編みしていきます。この細編みの目ができるだけ離れないようにネットを手繰り寄せながら細編みしていく感じです。一目に一つずつ、一つの穴に一つずつ細編みして端まで編んでいきます。最後の目編んでいきます。マーカーをつけておいた一番端っこの穴の中に細編みをして編み終わります。これで一番最初の作り目30目で編んできたんですが、ここの細編みの目も30目になっていると思います。あとは鎖1で立ち上がって
編み地を返して細編み段で1目ずつ編み続けていきます。端っこの目にはマーカーをつけておきます。1目に1つずつ細編みで4段編んでいきます。最初に編んできた細編み段と同じ段数編んでいきます。細編みで4段編んできました。次はこのサイドの部分、この部分を編んでいきます。反対側の持ち手のベルトの部分、この部分まで編んでいきます。今細編みを4段編んで編み終えたところです。次は今編んできた細編み段のサイドの目をすくって細編みしていきます。まずは鎖1で立ち上がります。最後に細編みを編んだ同じ目で大丈夫です。根元に針を入れて今編んだ細編みの頭にマーカーをつけておきます。次は1段下に下がった細編みの目です。細編みの目がきつい時は入るところで大丈夫です。サイドの目をすくって細編みを一つ、一段下に下がった細編みの足をすくって細編みを一つ、一段下に下がったサイドの目をすくって細編みを一つです。マーカーをつけた目を合わせて全部で細編み4目編んであります。次はネット編み段、このサイドの目をすくって細編みしていきます。細編み4目を編んだら次は穴の中に細編みを1つです。次は鎖を1つ編んで1段下に下がった穴の中に細編みです。鎖を1つ、1段下に下がった穴の中に細編みを1つ、鎖を1つ、1段下に下がった穴の中に細編みを1つ、これを繰り返して端まで編んでいきます。端まで細編みしてきました。一番端っこの穴の中に細編みで編み終わったところです。次はこのまま持ち手のベルトの部分のサイドの目をすくって細編みしていきます。細編み段の一番下の段です。ここのサイドの目に針を入れて細編みです。一段上に上がったところに細編みを一つ、一段上に上がったところに細編みを一つ、最後は編み始めの段です。ここもサイドの目をすくって細編みを一つです。この部分は細編み4目編んであります。これでサイドの部分に細編みを編めたところです。次は持ち手の部分を編んでいきます。持ち手にしたい分の長さだけ鎖編みで編んでいきます。鎖60目編んできました。長さは約20センチぐらいになってます。持ち手の長さが決まったら反対側の端っこの部分です。細編みの頭ではなく根元あたり、サイドの目をすくって細編みでつなげていきます。あとはこっち側で編んできた時と同じようにサイドの目をすくってベルトの部分、ここは細編み4目で編んでいきます。次からは穴の中に細編み1つ、鎖を1つ、
1段下に下がった穴に細編み1つ、鎖を1つ、1段下に下がった穴の中に細編みといった感じで端まで編んでいき、ここもベルトの部分サイドの目をすくって細編み4目で編んだら、反対側の持ち手の部分と同じように鎖60目編んでぐるっと一周編んでいきます。ぐるっと一周編んできました。最後2本目の持ち手の部分を鎖60目で編んで、マーカーをつけておいた細編みの頭に引き抜き編みでつなげていきます。次の段から細編みでぐるぐると編み続けていきます。鎖1で立ち上がって根元に細編みです。マーカーをつけておきます。1目に1つずつ細編みしていきます。まずはサイドの部分で編んだ細編み4目の部分、同じように細編み4目で編んであります。次は細編み鎖、細編み鎖と続けて編んできている部分です。前段の細編みの頭に細編みを1つ、次は鎖を編んだ部分です。鎖を編んだ目に針を入れて細編みを1つ、細編みの頭に細編み、鎖の目に細編み、こんな感じで1目に1つずつ細編みしていきます。端まで編んでいきます。端まで細編みしてきました。次は持ち手の部分です。鎖の目をすくって細編みしていきます。編んできた鎖の裏山です。 V の字で鎖編みが入っている方が表になります。これをくるっとひっくり返すと後ろにポコポコポコっていう目があるので、この裏山をすくって細編みしていきます。後ろのポコッと出た目、ここの目をすくって細編みしていくんですが、この時に編み始めの糸端があるので、これをかぎ針の上に乗せて糸を引き出して細編みして巻き込んでいこうと思います。隣の目の裏山に針を入れて、ちょっと裏山がすくいにくいんですが、かぎ針の上に糸端を乗せて細編み、こんな感じで持ち手の部分を細編みしていきます。この裏山をすくう部分だけがちょっと編みにくいんですが、次の段以降は細編みの頭をすくって細編みしていくので、この段だけ頑張って編んでいこうと思います。こんな感じで持ち手の部分を細編みして、あとは細編みの頭をすくってぐるっと一周編んでいきます。ぐるっと一段編んできました。あとはこれを細編み段で編み続けていきます。好きな持ち手の幅になるまで編んでいこうと思います。持ち手の部分とサイドの部分細編みで4段編んできました。持ち手の部分は細編み3段分になってます。この持ち手の下の部分ベルト部分を細編み4段で編んだので、サイドの部分も同じ幅になるように4段で編み終わっています。持ち手の部分だけ3段分になってます。ここで編み終わろうと思います。最後の段を引き抜き編みしたら、鎖を1つ編んでキュッと糸を引き締めて
糸始末できる分だけの糸を残してカットします。最後はとじ針を使って糸を隠していきます。編み地の後ろ側に糸端を持ってきて、編み地を返して糸を隠していきます。編んできた編み地の中に針を通して糸端を隠していきます。ある程度糸が隠れたら余分な糸はカットします。こんな感じで他の箇所も同じように糸始末していきます。ネット編みで編んできた部分はこの鎖編みの目をこんな感じで一目ずつすくって細編みの部分で糸を隠してあげるといいかなと思います。完成です。とっても可愛い組み合わせのネット編みバッグが簡単に編めました。持ち手の下の部分、このベルト部分を細編みで編んで、あとはネット編みでダーッと編んだら、こっちの持ち手の下の部分も細編みで編んで、そのまま縁編みでぐるーっと持ち手の部分を編んでいるだけなので、比較的簡単に編めるネット編みバッグになってるんじゃないかなと思います。で、今回のこの組み合わせもソーフィムのこの単色とミルフィムソックヤーンの段染めの感じがすごいいい感じの配色になってて、夏らしい感じの組み合わせになってるんじゃないかなと思います。入れ口の部分も大きく開くので出し入れしやすい感じになっているんじゃないかなと思います。1玉 80g の毛糸が6玉入ってます。簡単に編めるのでよかったら編んでみてください。今回も最後までご覧くださりありがとうございます。セリアで購入しましたソロフィムとミルフィムです。カラーナンバー7番です。ミルフィムソックヤーン、カラーナンバー21番です。